どうもワクワクです。また、エニタイムフィットネス両国さんに、お邪魔します。で今回は、3階のですね、マシンジムエリアをご紹介したいなと思います。で動画の最後の方にはスクワットとデッドのトレーニングをしたので載せさせていただきます。それではご覧ください。で2階の入り口入ってから、3階のフロアに階段で上がっていきます。でここがマシンジムのエリアになるんですが、まあ、一台一台細かくはちょっとご紹介できないんですけど、まあ、こんなマシンあるんだっていう程度で、ご紹介できればなと思います。これバイセップカールですね。二頭トレーニングする、マシンなんですけれども、バイセップカール置いてあるエニタイム見たことはないですね。まあ、本当にゴールドジムみたいな、マシンに関してもかなり充実してます。でケーブルのこれ4方向でできるやつかな、これが全部でこのフロアに2台あるのと、であと下にあるのは1方向だけだと思うんですけど、計2階のフロア入れると、まあ、3台計ケーブルマシンがあります。でアタッチメントもこれだけ、豊富にあります。まあ、クロスオーバーとかももちろんできます。で奥トレッドミルなんですけれども、左に5台の奥に、同じく3台の、であとがなんだ見えないんですけど、まあ、有酸素のマシン全部で10台あります。でこっち側のマシンですね、こっちに関しては、チェスト系胸のトレーニングの、マシンがあります。なので、まあ、各部位各部位で何パターンかの種類、まあ、例えばチェストだったらデクラインインクラインっていう形で、まあ、本当に細かく、トレーニングができますので、まあね、マシンの数も多いので、まあ、順番待ちっていうのも、少ないんじゃないかなとは思います。こっちも同じく、チェスト系胸のトレーニングの、マシンになります。でこの今時間結構夜中なんですよ。深夜の2時3時ぐらいなんですけれども、まあ、この時間だと本当にガラガラです。で普段行く時間でもそんなにめちゃくちゃ混んでるなっていう感じはないので、まあ、非常に、すごく使いやすい店舗にはなっております。でこっちロッカーですね、2階のフロアにもあるんですけれども、まあ、ここに荷物を、置いといて、トレーニングをすることができます。でここら辺からレッグ系ですね、これは普通のレッグカールですね。スタンダードのレッグカールになります。レッグエクステンションかな、すいません、カールじゃないですね、エクステンションのマシンですかね。これはあまり見たことないんですけど、これなんだっけな、インクラインレッグプレス、違うアイソレートレッグプレスか。だから足でも本当細かいです、マシンが。でこれはあれかな、ローローかな、違うローローじゃないですか、ラテラルローだ、ラテラルローですね。でこれが、ラテラルレイズが、できるマシンが、肩のマシンですね。でこれがこれあれですね、これ背中ですね、バックができるなんですけど、これがローローですね。すいません、なんでさっきのローローって言ったのかちょっとわかんないんですけど、すいません。背中のマシンも、豊富になってます。でこれがアップルダウンですね、ラットプルダウンが、できるマシンです。なんか背中だけでもやっぱすごいですね、種類結構あるかなと。ここまでエニタイムでちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、マシンあるとこ本当ないんじゃないかなと思います。でこれハイローですね。でこれが、フライですね、フライ、チェスト、胸のトレーニングができるマシンになります。でこっち側にもあります。これあれかな、ヒップアブダクターかな、女性の方とかでも使いやすいのかなと思います。でこっちがですね、レッグカールかな、うん、レッグカール、レッグエクステンションカールだよな。だからまあ本当に全身トレーニングしやすいようなマシンが多いですね。まあ、前回もちょっと載せたんですけど、もう1回2階のエリアもちょっと細かく見たいって言われた方もいらっしゃったので、
すいません、これあれですね、前さらっとしかできてないんですけど、まあ、ベンチなんですが、チェストを鍛える、あの寝そべってベンチプレスと同じ形なんですけど、まあ、軌道がマシーンで固定されてますので非常に効きやすいかなと思います。で改めて、プラットフォームのあるパワーラック、これいいですよね、45度のレッグプレスマシーンです。これもあるとこないとこありますね、エルタイムでも。でパワーラックが 1,2 またあって、で奥にスミスと、この前も紹介した、ダンベルのコーナーになります。でそれでは、実際ちょっとトレーニングの動画を紹介したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。トレーニングの動画も以上です。スカットの200失敗と230も最後まで、デッドも引ききれなかったので、次は、しっかりリベンジしたいなと思います。まあ、本当に季節が整ったエニタイム両国展になりますので、お近くに来た際は行ってみていただけるといいんじゃないかなと思います。またトレーニングの動画が上げたいと思います。もしよかったらまた、チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。